チャンネル。 DYM 人事部熊谷です。小池真帆です。川本です。小池と学ぶ就職活動、日経新聞の企業イメージ調査ですね。こちらの総合ランキングというのを取り上げていきたいと思います。はいはいはい。こちら日経新聞と日経広告研究所の方からですね、日本で活動する主要企業672社のイメージを多角的に調査しランキングにしましたというものが掲載されたので、そちらを見ていければと思うんですが、そもそもこの調査ですね、32回も行われてまして、特徴としてビジネスパーソンですね、働いている方から見た視点、一個人から見た視点というものでこう調査がされてランキングができてますので、民意が反映されたランキングというものになってます。このデータを使って今回人気企業の考察を進めていきましょうということですね。日経新聞そんなちゃんと読んでないしっていう方はですね、ぜひこれで吸収できるもの多いと思いますので、はい、参考にしていただければと。細かくて見づらいと思いますけど、結構デカデカと日経さんがページ使ってこんな感じでいっぱいランキング出したものを取りまとめてお送りしていく形になります。ということで、まず総合ランキングですね、トップ10見ていければと思いますが、なんと第1位は19年連続トヨタ自動車さん。さすがですね、世界のトヨタさん、業績実績だけでなくて評判もいいと。はい、トップ10でいくと、トヨタ、アップル、オリエンタルランド、ユニクロ、グーグル、サントリー、味の素、メーカーさんが強いですね、うん、比較的新しい新興系の会社でいくとユニクロさんですね、ファーストリテイリングさん入ってます、うん、意外と商社金融関連入ってないんですね、トップ10。何してるかよく分かんないですからね、一般の、一般というか普通の人からしたらね。まず業界ごとの特徴のところでいきますと、トヨタさんに関しては総合評価構成する21項目について個別にランキング見ると、社会の変化に対応できる、安定性があるなどの8項目でトップだったということですね。2位アップル、3位オリエンタルランドなどはセンスがいい、財務内容、財務体質が優れているといったところの得点が非常に高かったということになっています。アルコール飲料各社が大幅に上昇ということで、ラグビーワールドカップでの日本代表の活躍もあり、アルコール系の飲料メーカーさんの順位が軒並み上昇したと。航空業界ですね、2030年までの外国人旅行客数6000万人が政府目標となり、航空会社への関心が高まったことによって、全日空さん27位から17位、JAL さん54位から38位と、こちらも順位が上がって上昇していると。僕があのパイロットやったやつ全カットらしいあれ使われないんですか。映る画面が操縦席からの映像なんで、うん、まあ基本雲なんですよそうですねもうコメントがもうしようがなくて、僕のねコメント力不足もあるんですけど30分撮って、はい、まあ、結果全カットとの話なるほど、はい、申し訳ないなと思いました。僕真横で見てたんで面白かったですけど、神本さんがここに GoPro つけてましたなかなか見れない絵だなと思いながら、今までお話ししたお伝えしたランキングがそのビジネスパーソンからの投票で決まったランキングなんですが、ここから先お伝えしていくのが一般個人投票ランキングですので、30代から60代ですかねの男女、働いている働いていない関係なく、社会の皆さんからの投票のランキングというようになっています。ほぼほぼずらーっと B2C の会社が並んでいると。アップル、グーグルがいなくなりました。そうですね、グーグル、アップルがいなくなり、B2C の、商品ですね、作ってるメーカーさんなどが増えてる。ここでもアルコール飲料の大手が順位を大きく伸ばしていっているというところですね。インバウンドの国内送客を担う鉄道各社の順位というところも上昇しているということで、訪日外国人どんどん増えているというところで、伸びしろのありそうな業界というのがイメージ上がっていっているという形ですね。川本さん、なんかこう各業界の特徴についてコメントなどあれば。一般人がビジネスのなんかイメージを、はい、言ったところで、高卒の人がマーチの大学別のイメージをランキング化してるようなもんですからお前ら何も分かんねえだろって思っちゃいます、うん、身近でなんか質が高いものを提供してる会社さんのイメージが単純にいいんだなっていうことは読み取れますよね、うん、アップル、グーグルなんかがこうビジネスパーソンの方に入ってるところで見ると、うん、仕事ビジネスされていて情報感度高い方々っていうのはこうやっぱ成長産業とか成長市場の中で躍進してる会社をしっかりと評価してるというところなんで、うんうん、なのでやっぱり就活生の皆さんもこの一般社会目線からやっぱりビジネス目線にこうどれだけスムーズに早く移行できるかというところがやっぱり就活の勝敗を分けてくると思いますので、ものの見方の目線みたいなのをこ うまくレベル上げていっていただけるといいんじゃないかなというのはありますね、はい、話のネタとしては多分すごく信頼できる情報元ですからね、日経新聞さんは、まあ、こういったところのランキングなんかのお話を出してこう面接の逆質問とか微妙か何か心がけてることありますかみたいな聞いてもなんか企業規模大きくて微妙ですねイメージとかどうでもいいよねって話こんだけイメージのランキングを語った最後まとめは、イメージとか気にしてんじゃねえと、お前が何ができるんだっていう、それを自分に言い聞かせて働いてください。亜美ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。
熊谷さんの人間味あふれるリアクション可愛い